こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナルやっていきます。端末はコートさんの方なんですけれども、4枠モンスターをめちゃくちゃ効率的に一気にレベル上げをする方法を発見しました。ということで今回はその方法を試していこうと思います。まずはですね、現在ファイナルウェポンレベル1、ランクはねマックスになっているのですが、この子のレベル上げを一気に簡単にやっていこうと思います。でサブの方には星でマックスになっている子も2体いるのですが、このあたりのですねレベルも合わせてどれくらい上がっていくのか試して検証も含めいってみたいと思います。では光あふれる地でするので、ディスク異世界の冒険ディスクを使用、光あふれる地のマップ突入。ここは光あふれる地です。一定時間でモンスターがいなくなってしまいます。ということで、あ、ここらできないこれ今まで乗ってた子なんですけど、これをはい来た4枠モンスターに変えてブンブン切る。へえ、すごい勢いで経験値が入っていくんですよね。これねめちゃくちゃ面白い。レベルアップっていうのもちっちゃくこう頭の上に出ている。でちょっと時間が経つとね、ゴールデンスライムが現れたっていうのがこう出てくるんですけど、これでとりあえず先にこの子のレベルをマックスにします。で今どれぐらいになったのかっていうのも途中途中でね見ながら行ってみます。お、ゴールデンスライムいた。ちょっと見にくいけどここにいますね。よし、もうちょっと。ほう、あ、2体いるかも。えい、ちょっとゴールデンスライムに当たらないようにしないと。よし、で真ん中戻って、もう少しかな、もうマックスな気がする。よいしょ。これあれなんですよね、すごい楽しいんですよブンブンブンバンマスっていうね。お、なんか来た、ファイナリスト称号もらいました。これで確認してみます。はい、レベルやっぱりマックス相当上がりますね。でこちらは今回はねこの子を先に上げるっていうことなので上がっていません。この状態でプチタック君1とか入っている。ファイナルウェポンもスキルを先に振っていきましょう。もう一瞬でねスキルもねマックスになるんじゃないかなって思うんですよね。990ポイントが相当多いので、あ、これでいけました。スキルも残ってますね。じゃあこの辺もちょっと適当に入れて、はい、よし、 OK。 そしたら次、はい、ちっちゃくなるで、妖精さんを、あ、2倍だ、ゲットして、そしてゴールデンスライムのところに向かいます。ゴールデンスライム、ま、時間かかっちゃったりもするので探すのはもう4枠のモンスターで目の前まで行って切り替えちゃいます。あ、いた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 、はい、
これでな、あれ、ハテナ、ハテナ、行こう。ではでは、一応ライドでね、入れてから戦う。さあ頑張れ。はい、痛い。2倍がついて30万ポイントを、これでサブのレベルも上がります。はい、確認。36、1回で36まで上がりましたね。で41、こんな感じで、スキルはというと159上がってます。さっき全部振り終わった状態で始めたので、大魔王ゾーマは159。はい、ジュリアンテは今の数字、そしてもう一回ファイナルウェポンに変えて、さっき2体いたような気がしたんですよね。妖精取りに行って、普通のね、レベル上げ、サブの子にレベルを振るっていうことを始めます。上側、お、いた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 、へい、失敗しました。行きましょう。あ、スーパーキラーマシンもいる。さあレベルどれぐらいで振り終わるか。お、頑張るね。天意無双斬り、オッケー。あ、4倍、これは美味しい。あれ、なんかメタルキング、あれ、メタルキングだけど、ゴールデンスライムと同じ、それ以上の経験値をもらいました。ファイナルウェポンに元気のペンダント、これね、特大経験値アップつけないでやったんですけど、本当はね、つけた方がもっと早く上がりますよね。もうあげたい、あげたいモンスターみんなの分があればいいのですが、まだそうはちょっといかないので、途中で切り替えてやっていきます。今回ね、あの、暴れるっていうので、これでもいけるんですよね。の色が違う妖精がいるのに、最初始めた時驚きました。お、数が減ってるようだ。まずいぞ、もう少し、はい、おー、4体、初めてですね。はぐれメタル4体を見たことがあったのですが、これ初めて。お、しかもすごい、はい、いなくなってしまった。はい、ということで戻ってきました。結果はこんな感じ。途中でね、元気のペンダントをつけた大魔王ゾーマ、もともとね、レベルが少し高かったヨーマ・ジュリアンテも、こんな感じになりましたね。でスキルもちょっと見ていくと、ファイナルウェポンは全て振り終わってる状態ですし、プチッタークだけね、スキルはちょっとしかつかなかったのですけど、やはりつきますね。もう一回行くと良いのかもしれないです。あ、でもこんな感じで4枠のモンスターが早くね、上げられれば光あふれる地の時間も短縮できるので、今回ね、ちょっとつけ忘れてしまったのですが、装備品を、え、元気のペンダントを4枠につけて暴れ回り、先にサクッとレベルを上げてマックスにしてから
レベル上げに入っていくとよしなのかもしれないですよし、なんだと思います。ということで今回は4枠モンスターレベル1から一気にマックスまで簡単に上げる方法でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!